犬医氏は、日本の氏族の一つ。姓は源氏美濃と流、竜、土佐藩家老職を務めた氏族。犬医彦作和信、官民後は三の光栄。姓は源氏武田、板垣氏主流、土佐藩馬回り役を務めた氏族。甲斐、源氏、板垣駿河主審法の孫の家兵正信を初代と、称し大一族。宇田源氏主流、土佐藩氏の氏族。淡美吉家の旧臣。 後、土佐へ来住し、長我壁氏が滅んで、以降は、山内家に仕えた。宇田源氏市流、鳥取藩家老職を務めた氏族。土佐の犬医氏は三流あり、土佐藩が老閣の犬医彦作和信の,の系統と、土佐藩馬回り役、犬医家平正信の,の系統、そして、長我壁氏の旧臣で、山内氏入国以降土佐藩に仕えた宇田源氏流の犬医氏の系統である。 犬彦作和信の家は、生は源氏美の時支流で、時より貞の野さん、男道県の子孫とする、時旧江門重よりが、美濃国池田郡、東の村を本拠とし、時市の居城である、稲葉山城の北西の方角であったため名字としたと言う。犬彦作の子、犬彦作和信、官民後は三兄弟は、天正六年張馬国で初めて、山内和豊によって召し抱えられた。 慶長六年、三内聖を賜う。子孫山内伝、山内彦作は、母親戦争の頃旧姓、時に服して、時伝え、時彦作と名乗った。家紋は、丸の内義教。母大寺は、高知の永源寺。犬医氏の墓地の面積は三百三十坪に及ぶ。犬医家平正信の家は、聖は源氏外武田支流の板垣駿るが主神宝の孫。 カヘイマサを外称した。マ信の父、板垣やじろうのぶのが海役の後殺されたため、旧進、北原うざいもん、続き九代ゆうらにくぶせられ、老居して、犬石と改め、天正18年10月18日、東都海国掛川で初めて、山内和に飯かずに召し抱えられた。信ぶは不業席の後に殺害されたため、マ信は一般には、 信ぶの子というより、板垣信方の孫として説明されることが多い。この着流の十代目の犬井大輔生計が、母親戦争の際に、岩倉智貞のことを入れて、生を板垣に服したのが、板垣大輔である。家門は、かやのうち十文字。土佐の佐々木支流犬井氏は、佐々木慶報の六南両藩の支流という。古くは、室町幕府に仕え、京都に従した。 その子孫で、阿波国の三好家に仕え、かつ水合戦の時に討ち死にした菅兵庫をそうとする。兵庫の子、菅現場は、阿波国の黒土側の合戦で討ち死にし、現場の子を、犬井右衛門という。自衛門にしあって、長男を、犬井長衛門と言い,い、次男を、犬井新衛門正幸という。犬井正幸は、山内忠都横の身を、1661年4月13日に、 初めて、土佐藩に飯抱えられ、1714年6月27日、死没した。この正幸を初代として明治まで連綿と続く家である。家紋は、八十奇境、丸に鱗、丸に三儀、黒餅に三儀である。同じ土佐藩士であるが、江戸時代を通して、上記二つの犬家とは全く縁組などはなく、別家である。犬氏は、本生は、 宇田元氏で、佐々木刑法の六難両藩の支流という。古くは、室町幕府に仕え、京都に従した。永正八年に、足利義澄が死去するとこれに仕えていた。井上太郎兵衛は、京都を去り、節津久島下軍に従した。孫の井上平門長寺の代に、池田常沖に仕え、百国を与えられた。以後、池田氏の勢力拡大とともに成長していった井上氏は、 慶長15年に池田忠夫が淡路国6万3000国の大名に取り立てられた際、家禄を1400国に加増され、家老職に任じられた。以前岡山天皇後も引き続いて、家老の座にあり、長寿の子、漢字海復は鳥取天皇により、家禄を加増され3500国を与えられた。鳥取藩での犬医は着坂に劣し、その後も代々、家老職を務めた。 また、稲葉国船岡に陣屋を置き、自分主政治に準ずる土地支配を行うことを認められた。代々の犬石の中でも六代、官庁校は学問、武芸に秀出ており、過労職にあって、反省改革を行った功績で知られている。教法三年、池田義春より先国が与えられか六四千五百国に加用された。完成十年、 官庁公の隠居領500国が与えられ、過六五千国に加増された。幕末期においても十代、犬徳治が、藩の軍政改革に関わるなどしている。明治2年、藩籍奉還により船岡のジニア並びに所用を、返還した後は、鳥取を離れ、東京に移住した。母大寺は、船岡の監督山聖来寺、母所は、 船岡の西来寺跡と鳥取の光前寺の二箇所ある。太船は、実施、細船は用子、犬いたろう某。長寺。次回区。長吉。父長影長。豊町、新十重郎。長江、長徳。長種。長明、徳治長次郎。徳。 ありがとうございます。